This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.腹残しの腹漫画。今日も漫画大好き芸人トランジットの腹残しくんがこれぞという一作品を紹介します。はい、ということで今日早速こちらです。俺だけレベルアップな剣。ほう、はい、このタイトル聞いたら何これって正直やっぱね、はい、思っちゃうと思いますけど、ええ、これね、あの韓国の漫画なんですよ。ほう、それがもう結構もう漫画自体は結構前で、日本でそのなんか、まあ、韓国漫画って結構日本にも今読めるサイトがあったりとかして、まあ、LINE 漫画とかもそうなんですけど、これはあのピッコマでその連載がこうバーって俺だけレベルアップな件上がりまして、それがもう瞬く間に人気になって、はい、もう本当単行本の発行も決まりみたいな感じで、すごいこう人気になって、しかも今、アニメがやってるというので今も多分話題だと思うんですけど、うん、アニメ自体がね、今年の1月かなから始まって、まあ、今現在10話ぐらいまで来てるんですけども、やっぱね面白い、うん、まあ、これどういう話かと言いますと、なんかまあ本当に普通のこう世界にもうなんか十数年前ぐらいからなんかこうゲートと呼ばれるのがこう登場するようになりました。こう世界に当たり前のように、まあ、これが現実世界とまあ異世界をつなぐゲートなんですけど、まあ、そのゲートに入ったらまあこうダンジョンみたいなのがあって、そこでこうボスを倒したらそのゲートが出られるみたいな感じの仕組みになってるんですよ。でそこでどういう人が、まあ、普通の生身の人間が行ってもダメですから、どういう人が生きるのかっていうのは、そのハンターとしてその覚醒する人間がいるわけなんですね。でこのハンターとして覚醒したらそれを職業として、まあ、例えばダンジョンで手に入れた道具だったりとか、うん、アイテムだったりとかを売ることによって、この本当に現実世界ですけどお金に変化することができるみたいな、そういう世界なんですよ、うん、ただこのハンターの覚醒っていうのがちょっとこのややこしくて、これあの S ランクからその E ランクまであるんですよね。ハンターのランクが SABCDE があって、うん、その最初にバーンって覚醒して、例えばサイさん D ランクですとするじゃないですか、はい、そしたらそのこっから強くなるのかなと思わせといて、その D ランクのハンターだったらもう最初から D ランクのハンターなんですよ。どんなに頑張ってもレベルアップできないの？どんなに頑張ってもハンターはそのランクを上げることはできない。それ誰が決めるの？違う、そういうもんなんです。あ、そうなの？そういうもんなんですよ。あ、そう。そう。だからまあ S 級ハンターとか数は少ないけども、もう本当に異次元なもう強さを誇っているみたいな感じで、はい、まあ、そこがでもまあ面白いところで、でまあ主人公のこの水篠くんっていうのがいるんですけど、水篠くんが主人公で、その最初ね、まあその E 級なんですよ。水篠くんが E が一番低いの？ E が一番下、 S が一番上、はい、でも E が一番下なんですけど、この水篠くんはもうその E の中でももう特にもう激の弱、はあ、本当もう覚醒してないみたいな、このなんか人類最弱兵器みたいな言われてるんですよ、みんなから、はあ、うん、揶揄されてるぐらい、もうダンジョンについてきても足手まといになるぐらいの強さ、本当ゴブリン一体も倒せないぐらいの感じの少年というか、でもまあなんかちょっとお母さんの病気の治療をするためにお金を稼がないといけないっていうので、そのハンターになって頑張るんですけども、うん、まあもうニッチもサッチもみたいな、はあ、である時にこのダンジョンに普通にこうまあ頑張りながら、まあ他のチーム仲間と一緒にねパーティーみたいな組んで8人ぐらいでダンジョンに潜るんですけど、まあ水篠くんはいつも通りついてって、まあ荷物持ちみたいな感じしてるわけですよ。でダンジョンに入ってたらこうパンとこう違うまたダンジョンに入りまして、違うダンジョンというかまあ違う部屋みたいなのに入って、そこでもうとんでもないぐらいの強さを誇るこうボスみたいなのがいて、そこでもう水篠とか本当何人か8人ぐらいいたメンバーが5人ぐらいそこなくなっちゃうんですよ。あら、でもう水篠も最後一人で残って、その、まあ、一緒に来てた女の子とか助けるために最後僕が残りますと言って残って戦うんですけど、もう確実にもう死を、うん、もう死ぬってなってた時に、なんかこうその前ぐらいなんかこうパンみたいななんかあって、
で気づいたらなんかこう病院で目が覚めてみたいな、あれ俺はどうなったんだ、うん、みたいな感じになった時にその目の前になんかこうスクリーンみたいなのが現れて、これがなんかこのゲームみたいな感じになってるんですよ、はあ、例えばこのアイテム使いますかイエスみたいな、でこのミッション成功させますかイエスみたいなので、こう自分のこうステータスが表示されるようになったんですよ水城くんが、はあ、でそんなハンターはいないんですよ。で水城くんはそれでこう自分が何をしたらこのステータスレベルが上がっていくのかをどんどんこう掴んでいくんですね、っていうので自分だけレベルアップできるようになってしまったという、ほう、だからまあこれ再覚醒みたいなのがまあハンターの中でたまにあるらしいんですけど、ごく稀にある、まあ、その一部みたいな感じで水城くんはそれでこう自分のステータスが分かる、だからランクは絶対変わんないと言われてたけど自分だけこうレベルアップしていく仕様になってしまうという、うん、でこれでめちゃくちゃ強くなっていくんですよ水城くんが、はあ、っていう物語なんですけど、何だったんだろうそのボスと戦ってる時に何かが起こったからなんですよ。 それがね僕もだからこれね恥ずかしながら、まあ、そのアニメで追ってるんで今のところ絶対わからないそれは、へえ、何かだからそういう余地も残してくれてるし、そのレベルアップしていくんで単純にその爽快、そのもう本当に最初めちゃくちゃイライラするんですよ、その水城くんが弱すぎて、うん、うわーとかそのうわーとかなんか逃げまくって、でもなんか心は結構強いみたいな感じなんですけども、うん、そっからねレベルアップするようになって、まあ、筋肉とかも当然つくんですけど、あの見た目がいやいやもう水城じゃないやんみたいな見た目が、なんかねどんどんいろんなことを経験して、そのなんか武器とかもどんどん強くなるんですけど、いやいやもうその最初の頃とちょっと違いすぎてそうもう別人じゃんただのっていう、その妹とか気づくんじゃないみたいな思うんですけど、まあ、当たり前のようにこう日々は過ぎていくわけです、はい、でまあどん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 こう周りからもなんかこう若干こう E 級ハンターランクは変わんないからレベルアップしてるだけ で E 級がこんなに強いわけないとか言ってこういろんなところがこう気づき始めて、ここからまあ展開どうなるんだろうみたいな感じのところなんですけど、レベルアップして E 級じゃなくてやっぱりあなたは S 級です認定変えますってことはないのみたいなこともないんですよ別に。あ、そうなん、そう EQ は EQ なんですけど、まあ、単純に強くなっていっているという、ただまあその再覚醒者みたいなのは他にもまあいらっしゃるんで、そういう場合はなんかまあランク改めてつけたりとかするらしいんですよ、うん、でも水城はそれバレちゃったらよくないから、まずいろいろ勝手が悪いから、そのハンター協会みたいなのがあるんですけど、そこがこうランク決めるみたいな感じなんですけど、なんかハンター協会とかがなんかそう決めるんですけど、なんか怪しいやつが多いんですよ、なんかそのハンター協会も、うん、なんかこうハンターの世界もなんかちょっと結構ブラックなとこもあって、うん、なんかバレたら良くないみたいな感じになってずっと、うん、でそれでこうあんま言わないようにしてたけど、だんだんこう嗅ぎつけてきてみたいな、うん、でそのハンター協会のやつにちょっと襲われたりとか、うん、なんかそういうのもこうあったりとかして、このなんかでダンジョンの中で起きたこのなんか、まあ、例えば殺人だったりとか、そのそういうのってこう明るみにならないんですよ、うん、だから男女の中ってこう何してもいいみたいな風潮があって、うん、そこでなんかもう悪いこともいっぱい起きるわけですよ、やっぱこうハンターをこう変にこうお金稼ぎにしてるみたいな感じで、うん、もう本当普通にこうプレイヤーの方を倒しちゃうみたいなのとかも全然あるんですけど、ただ男女でも一切明るみにならないんで、 そこでこう水城も自分にこう選択をね、そのままの時が来るわけですよ、この人と戦うというところで、そこでこうどんどんこう成長していく水城を見守る物語、うん、これがねなんか本当にやっぱちょっと爽快でどんどんレベル上がっていきますんで。漫画自体はもう完結しているんですか？完結っていう感じではないのかなという感じなんですけども、まあ、でも本当かなり前のやつなんで、うん、まあ、これでもアニメの方がまあ見やすいのかなとは思いますけど、漫画ももちろん面白いんでしょうけど、うん、なんか俺はアニメ見てて面白かったんで、あてかなんかもう王道なストーリーだなという、もう単純に分かりやすく、もう主人公がどんどん最強になっていくというもうマジで物語なんで、うん、もう本当にこの自分の期待してるその展開通りにこう進んでいくから、ちょっと気持ちがいいというか、ほう、ただなんかそのさすがになんかまあこれ結構さっきその見た目もめっちゃ変わるみたいな、俺結構これねなんか韓国漫画あるあるやと思ってて、韓国漫画俺他にもなんか何個見たことあるんですけど、見た目がなんかその最初と劇的に変わっていく、もう別キャラぐらい違うの、別キャラぐらいになる、これちょっと韓国漫画あるあるみたいな感じで、それは作者の方のタッチが変わったとかいうレベルではなくて、いやレベルではないですね、でしかもその見た目が変わるようなことをすることが多い、なんか韓国漫画って、へー、なんか例えば入れ替わったりとか、なんか
そのなんていうんですか、どんどん自分磨きしたりとか、その中で整形したりとかも全然あるしっていうのがなんか多くて、なんか本当に最初のキャラ、これ本当に水島くんみたいなでもどんどんかっこよくなってるんで別に全然いいんですけど、そうだからそのたまになんかこう本当理不尽に自分の中でこうグッと飲み込まないといけない瞬間とかもあります、その話のちょっと荒さみたいなところがあって、ただまあそれももう飲み込んで見れるぐらい結構楽しいから、えこれえそんな急にそんな強くなるみたいなとかもそうあるけど もうまあ見てて爽快さの方が勝つから、へそうやっぱ見ていただきたいなと思いますね、うん、はい、ということで私が今日紹介したのは俺だけレベルアップな剣でございました。ワッフルーム今日は腹残しの腹漫画でした。裏には裏がある。表ばかり見ていると羨ましいし恨めしい、なら見てみよう裏側を、聞いてください裏話、努力はきっと裏切らない、裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して、藤原玉樹日曜の裏。 RKB ラジオで毎週日曜朝10時15分から放送、ポッドキャストでも同時配信しています。